出ましたね、100ストレート、151キロ、さあ、ツーナスイングから一気に決めるのか、打ち上げました、打ち取った。イラブです。立ち上がりからビュンビュンといきます。これは2回ストレート決まります。3回です。田村に対して151キロが出ました。この3回は三者、ファイターズのバッティング、田中幸雄、まあ、が1失点の好投を演じ、こんなあだ名もアウトコースいっぱい、悪いなりにやはりこれで抑えてるっていうのはね、成長しますな。なしの場面です。9回の表ライオンズ、イラブが清原の打席で日本最速の158キロを2度記録しました。たまたまヒットになりました。その辺の管理も問題になりますよね。なるほどね。私はそう思いますからね。なるほど。カーブ、取ってほしいなっていう戦いでリズムが狂う可能性がある。2アウトを取りました。田辺ホーライ、ストレート投げると思いますよ。それを待つ清原、三振だ。フォークボール、はいはい、イラブのフォークと、ああ、釣り球だから来るんじゃないかな、来るんじゃないかなと思ってるんですけど、手元にこのフォークはすごかった。こちらもすごい力投でした、田口なんかも、はい、うん、あ、いやいや出ないんですよ。ああ、そういうの、いや、いいな、やっぱりあですからね。そして江川投手も8連続三振というのがありますが、真剣勝負。あ、僕なんかあんまりよく分かんないけど、すごいことは分かりますだからね、僕あんまりね、余計なこと言えないからね、はい、ものすごい楽しそうじゃないですかいやー、149キロのストレート、まだヒット出てませんね、うん。